皆さんこんにちは。 NCC の新入社員の平桃江です。今回はトコサタアウトドアスペシャルで紹介した岩崎本舗の長崎角煮まぶしと長崎角煮まんじゅうをキャンプで食べる楽しみ方をご紹介したいと思います。作り方はとっても簡単で、角煮まぶしを沸騰したお湯の中にまず入れます。上に網を乗せて、さらにクッキングシートを敷いて角煮まんじゅうを置きます。はい、そして蓋をするだけです。たったこれだけ、簡単ですよね。だいたい10分から15分くらい蒸してください。この間に私はけん玉をやってみたいと思います。特番のために、5月に入ってから毎日一応寝る前に1時間練習したんですけど、でも最初1回もこう乗らない状態だったんですよ。そっからこうカツカツできるようになってきて、こう家の中でやってたら家族からもどうしたのみたいな、どんどんこの赤いところに傷が増えていくのがすごい嬉しくて、止めけんできました。けん玉をしてる間に蒸したのがこちらです。うわー、美味しそう。角煮まんじゅうはこれで完成です。さらに温まった角煮まぶしをご飯にかけていきます。おお、すごい。ご飯でおにぎりを作っていきます。よしよし、ホットサンドメーカーで焼いていきます。よし、はい、ではこれでサンドします。もうちょっとか。止めけん、止めけん、止めけん。それではオープン。うわー、こんがり焼けました。早速食べてみたいと思います。いただきます。まずは角煮まんじゅうの方から。うん、うん、柔らかい生地に角煮の甘さが絡んでいてとっても美味しいです。続いておにぎりをいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。少し焼いたことによってついた焦げがサックサクで、それとこの中の角煮が相性バッチリで、ご飯にはもうもってこいだと思います。とっても美味しかったです。ものすごく簡単に作れるので、ぜひアウトドアでやってみてください。